のリーダーです。大将が知れましたよ。パートナーはヒロミです。ヒロミさん、私にお任せ。運動神経ナンバーワン。いつでも笑顔、スマイル、みんなと一緒に笑いたい。背番号8番、ナミエト、ひらたナミエと申します。神奈川エンジの特別手話でもメンバー一番愛してる AB 型のアマロードの天才肌信じてます。気持ちの前はいつでも前、みんなに届けナミエのハート。Yeah.
てご紹介させていただきます。はい、はい、背番号6番河松ゆりです。背番号8番平田奈美恵です。背番号7番渡部ゆめです。背番号3番野々美由紀です。背番号1番堀井美優です。私たちガールズユニットハニートラップです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー皆さんちょっと待って、めちゃくちゃ上手だったんだけど。これ上手だった。ありがとうございます。ちょっともう一回みんなでじゃあ拍手してもいい？いいよ。皆さんあのダンスが上手だったのでみんなに拍手。今日こうやってあのイベントに出させていただいてるんですけど、はい、なんとも久しぶりのイベントで、うん、もう楽しみ楽しみ楽しみなんですよ、うん、楽しみがあふれ出てるんですけど、皆さんにもねぜひたくさん楽しんでいただきたいんですけど、はい、まあこういうご時世なのでね、周りの方のことを考えても全力で、うん、全力で楽しんでいただけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、そして私たちハニートラップはですね、なんと先日7月7日に1歳の誕生日を迎えまして1歳になりました。わーい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、まだ生まれたてほやほや、あれ違うの、生まれたてほやほやではないね、1歳になりたてほやほやの、1歳になってから初めてのイベントなので、あのこうやってね、あの浴衣まで着ちゃって、あの気合十分でステージに立たせてもらってます。やられた、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっとあのお話だったりとか歌がメインになっちゃうかもしれないですけども、今後も歌とかあとはダンスとか、うん、あとお芝居とかいろんなところで活動していくので、そちらのイベントにも遊びに来てくれると嬉しいです。はい、はい、そしてですね、はい、今聴いていただいた、はい、あの、はい、リーダーが演習率を2回とも間違えずに言えた。すごいね、やっぱりめっちゃ緊張した。さっき緊張したの？めっちゃ緊張した。そんなにいつもそんな緊張してんの？いつも一緒じゃないの？もうだいぶ慣れてくるじゃん、やっぱ何回もいろんなところでパフォーマンスをしてるからさ、ね、うんうん、でも今日久々に、まあ、1歳になったっていうさ、1歳だからちょっと成長した姿もさ、そうだ、ね、見せないといけないなと思って、あのみんなで待機してる時とかもうめちゃめちゃ緊張した一人でずっと集中してたもん集中派の人間だからね。今まで間違えたことないです。ある、ね、あるあるんかい。ステージでは配信の、やっぱ最近はね、なんかこういう時期ということもあって、私たちあの、うん、ライブ配信とかもよくやってるんですけど、ライブ配信で一回間違えたことありますね。でもさ、今日のさ朝一のさ練習でさ間違えてたじゃん。いや本当それ見たよ。確かにね、成功してよかったね今日。やめてないやん。そうだね、今度やってもらおうな、みーちゃんに。そうですね、まあ、みんなにもやってもらえるようにね、はい、したいなと思います。はい、MV 見て勉強しておきます。そうですね、はい、ミュージックビデオがね、はい、そうなんです、 YouTube に公開されてるので、はい、見たことないよっていう方は、まあ、いないとは思いますけど、万が一いらっしゃいましたら、ハニトラの法則って YouTube で検索していただけると嬉しいです。そしてたくさん聞いてください。お願いします。お願いします。はい、ということで今日はですね、はいはい、ビアガーデン、はい、うん、のイベントということで、こう周りにはね、本当にたくさん美味しそうな、もうね、さっきからね、私は気になって仕方ない、たこ焼き、焼きそばが見えて仕方がない、肩がね、もう本当にちょうど見えるね。もう私もね、お腹がペコペコしてきたんで、ペコペコしてきた、たこ焼き、焼きそばちょっといただきたいなと思ってるんですけど、まあ、皆さんもね、ぜひたくさんの屋台もありますので、ぜひそちらの方もね、ちょくちょく食べながら、私たちの、はい、あの配信じゃない、間違えて配信慣れでね、言っちゃうんだけど、あのね、皆さんもぜひあの座って私たちのパフォーマンスも楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、このね、イベントはですね、10月25日までに、うん、25日まで、25日まで開催してる長い長いイベントになってるので、うん、皆さん何回も何回も来て、あの屋台のね、店員さんとかに顔を覚えてもらえるように、たくさん遊びに行きましょう。私たちもね、あの5人で来れたらいいよね。そうだね、駅からさ、めちゃめちゃ近いからすごい来やすいよね。来やすい、金山総会よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、あの後半戦にね、はい、行きたいんですけど、はい、私たちですねありがとう、この辺聞きたいんですけど、私たちね、あのこの夏にですね、まあ、7月の日にゆりちゃんがさっき1歳を迎えたって言ってくれたんですけど、そのバースデー配信の時に、なんと私たちの新しい曲、新曲が完成しました。いつ手元に届くとか、なんか情報は来てます、リーダー？えっとですね、
新着情報っていうの、新着情報がありまして、ハニートラップね、今ハニートラの法則っていうさっき披露した曲が私たちのオリジナル曲なんですけど、次発売する曲はですね、8月下旬頃CD として発売予定でございます。やっぱリリースのイベントだったりとか、そういうものがねまだちょっと確定していない部分もあるので、ちょっとまだ未定なところもたくさんあるんですけど、8月下旬頃にですね私たちの新曲を披露できるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、はい、なんか今は事務所でですね私たち物販とか、物販っていうんですか、そのグッズ販売みたいなものとかもやっているんですけど、ぜひ CD がね発売した際にはたくさんの人の手元にね、やっぱ遠い方とかもねいっぱいいると思うので、たくさんの人の手元に届けられたらいいなと思っているので、ぜひ Twitter だったりとか Instagram とかもやっているので、そちらのチェックもよろしくお願いします。お願いします。はい、音声配信のことを思い返すと、もう前奏くらいしかまでしか聞こえてない。そうなんですが、はい、今日なんと、曲を流しちゃいます。なんて言うんですか、イベントで流すのは初めてなので、ぜひ皆さん耳を澄まして聞いていただけたらなと思います。はい、ということで私たちの、ちょっと待って、後ろの人も巻き込んでいい？あ、どうぞ。あ、すいません、後ろでご飯食べてる方たち、今から私たちの新曲が流れますので、よかったら聴いてください。お願いします。ありがとうございます。曲名はね、言ってないので、そっか、ね、はい、それでは私たちの8月下旬頃発売の曲、聴いていただきましょう。どうぞどうぞ。この時間に決まって送ってくる、お決まりスタンプ記録にしてする、私にハマってるなんて思わせくる、だけどあなたはいつでもいわゆる装飾くる、かわいい感じだね、かわいい、自前の上出来仕上がりバツくっている、モレールアプリでふんわりゆるくずす、ふと気がついたらあなたに送っている、でいろいろ考えたりとかして作ったんです。ここびっくりした、びっくりした。ここ皆さん、ここ中大ポイントですよ。一番の、ね、結構ね、ここはね聞いていただきたいところですね。注目ポイントみたいな。ドリチですね。いっぱいあるので、ね、はい、ぜひたくさん皆さんに発売したら聞いていただきたいなと思います。はい、今日本当に初めてこんなにたくさん流しているので、はい、動画を撮っている人とかはですね、たくさんいろんな身内とかに広めてほしいなと思います。身内とか友達とかね。すぐ広めてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、
8月下旬に行こうご期待ですね。はい、あ、楽しみだ。さあ、それではですね、はい、次は私たちのパフォーマンスに移っていきたいと思うんですが、はい、次の曲はですね、トーマツユリちゃんと野々、はい、みゆきちゃんに歌を歌っていただきたいと思います。ドキドキする。夏らしい曲を用意しました、はい、絶対皆さん知ってる曲だと思います。絶対知ってる曲を選びました、うん、おー、いいね。じゃあ、うん、皆さん最後まで一緒に盛り上がっててください。じゃあゆりちゃんたちよろしくお願いします。ということで、はい、本当に絶対に知ってる曲なんですよ。そうですね、歌えちゃうぐらい絶対皆さん知ってるんですよ。絶対知ってる。なので手拍子でもいいですし、一緒に歌うでもいいですし、一緒になんか楽しんでいただけたらいいなと思います。お願いします。それでは聴いてください。ホワイトベリーさんで夏祭り。君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてった打ち上げ花火。皆さん抱えていきましょう。次の曲はですね、はい、ブン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 、うん、
ブン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 回してほしい曲なので、はい、タオルだったり拳だったりあのビールは持ってる、あ、持ってますね、中身だけ出さないように気をつけて一緒にブン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 振り回してくれると嬉しいです。はい、それではミュージックスタート。いいですか、拳拳でもいいですよ、携帯だとちょっとあの後から見るとね酔っちゃうので踊ってみたんだけどね、普段はもうガツガツ踊ったりしてる
曲とかもありますのでね、ぜひまた違うイベントで会ったりとか、 YouTube とかにもね動画を上げてるのでぜひ見ていただき、いっぱい上がってます。踊ってみた動画とかが上がってるので、ぜひね YouTube とかお家帰ったらまずはチェックしてみてください。はい、それでは失礼したいと思います。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、お会いしましょう。あなたの前での私の態度は全員練習した子もその仕草とさ